絶対これ買った方がいいですよ。これ買えば劇的に編集が変わります。今日はですね、かなり興奮しておりまして慌てて動画を撮っております。なぜ撮っているかと言いますとですね、今 Amazon でプライムデーをやってまして、かなり安く購入できるんですが、そこで見つけたある商品、使ってみたらやばかったんですよ。それ何かって言いますと、こちら、写真をね撮るときに使う記録のカードですね。通常は SD カードっていうのを使うんですけども、こちらは SD ではなくて CF エクスプレスカードっていうものになります。でタイプ A とタイプ B がありますが、ソニーさんはタイプ A になりますのでお間違いなく。ということで、こちらをですね、急遽飛び込みで買いました。でこのね CF エクスプレスカードを使うと何がいいかっていうと、まあ大きく2つあります。1つは、まあ、転送速度が速いので、パソコンにねコピーするときも早いですし、写真をね撮ったりするとき、まあ、高速連写で撮ったりするときなんかはかなりね、バッファがすごい溜まってもすぐね記録できますので、そういう点はこの速いカードを使うっていうのがメリットになります。でもう一つはですね、このカードでなければ撮れない記録モードっていうのがあります。まずはですね、4K の 120p、 このあたりはやっぱり速いね速度のカードでないと撮影することができません。つまりこれを持っていないとですね、まあ、FX30、FX3 とかいろいろありますけども、そのカメラの一番いいところを使えないっていうことになります。なのでね、僕もね、いずれは買いたいなと思ってたんですよ。で、今回、これをね、買ってやりたかったのがね、オールイントラっていう形式があるんですよ。通常は XAVCS っていう、まあ、圧縮タイプのね、記録をしてるんですけども、それですとやっぱり、ね、編集するときに実は、圧縮したものをこう戻したりするっていう作業が発生するので、ちょっと編集に負荷かかるんですよね。まあ、僕も普段ね、4K10bit、の収録した素材を、まあ、プレミアプロでね編集してますけども、やっぱりねちょっと重いんですよ。かくついたりやっぱりこう重ね掛けしてくるとなってしまうので、だいたいねプロキシ作って編集してたんですけども、そのオールイントラっていう形式で、撮影するとですね、その圧縮の仕方が違いますので、全然ねストレスなく、再生することができます。これがですね、まあちょっと半信半疑だったんですよ。半信半疑だったんですけども、実際やってみたらですね、もうびっくりですよ。こんなに編集楽になるんだっていうぐらい違います。で僕はですね、パソコンに10万円プラスしてハイスペック買うんだったら、今すぐこの CF エクスプレスカードを買って記録方式を変えた方が全然編集しやすくなると思います。で容量がねかさむって言いますけども、パソコンに10万20万足すぐらいだったら、こっちに1万円2万円出してハードディスク保存のようにさらに1万2万円出した方が安いです。編集も楽です。絶対ねこの方がいいと思いますっていうぐらい僕は感動しました。なので今ね、ちょっとパソコン買いたいけどどうしようかな、スペック足りないなと思ってる方は、一旦ちょっとねこの CF エクスプレスカードっていうのを試してみるのもいいんじゃないかなと思います。でもう一個ね、今すぐなんでおすすめしたいかっていうとですね、このカード、まあ、Amazon でね今セールやってるんですが、僕ちょっと急遽2枚買わせていただきましたが、こちらのカードなんと256GB で約1万円で買えます。いやこれ相当安いですよ。これ今他のやつ見ると分かるんですが、プログレードの V60 ですね。でこちらの 256GB で今11,360円なので、まあ、ほぼほぼ同じぐらいの値段となっています。V60 の上には V90 っていうのもあるんですけども、要は2段階上のやつがこれなんですよ。だけど値段は一緒ってことはですね、買うしかないじゃないですか。でただ、僕もですね、このカードこのメーカーですね、パーガーっていうんですかね、そういうメーカーのものであんまり聞いたことないじゃないですか。 SD カードっていうとまあサンディスクだったりとか、まあ、プログレードいろいろありますけども、そういうねメーカーだったらまだ信用できるかなと思うんですが、このパーガーっていうのもあんまり聞いたことないから、実はちょっとまだ検証しなきゃいけないのは事実です。だけど CF ねエクスプレスカードがですね、このタイプ A っていうのが1万円で手に入るんだったら、もうダメ元でちょっと1枚持っておいても僕はね全然いいんじゃないかなと思います。下の概要欄にもリンクをしておきますけども、まずちょっと見てみてください。ということで、この後ね、僕が実際に編集のね、ところの凄さっていうのをちょっと検証したものがありますので、ぜひそれを見てびっくりしていただきたいと思います。ということで、どうぞ。ではね、早速、このね、
オールイントラの凄さを見ていただきたいと思います。使ってるパソコンなんですけども、Apple の MacBook Air M1 ですね。まあ、決して遅いパソコンではないんですけども、ハイスペックな方ではないと思います。このパソコンを使ってね、どこまでどんな感じで動くのかっていうのをぜひね、驚愕のびっくりのこの動きをね見ていただきたいと思います。用意してきたサンプルなんですけども、 4K の 120p で撮ってきました。一つは通常の 120p で撮ったもので、もう一つは 120p のスローで撮ったものですね。でしかも両方とも S-Log3 で撮ってますので、相当ね負荷のかかる状態の素材となっています。でこちらをね再生してみて、どんな具合になるかっていうのをぜひね、お目目を大きく開けて見ていただきたいと思います。今画面を見てもらうと分かるんですが、ここのね濃い青い素材、こちらが通常の XAVCS ですね。そちらの 4K120p になります。でちょっとこっちのねターコイズっぽい緑っぽい色なんですけども、こっちが、オールイントラで撮った素材になります。ではね、まず再生をしてみましょう。通常再生してみますね。通常の再生は 120p でもしますね。これ逆に M1 Max すげえなってちょっと思います。じゃあオールイントラ行ってみましょう。まあもちろんこちらのね問題なく再生されています。ではですね、早送りしてみましょうか。まず通常から2倍速、あもう固まってますね。全然再生できてませんね。じゃあオールイントラはどうかっていうと、再生早送りぬるぬるですね。逆戻しぬるぬるですね。すごいですね。じゃあ4倍速いってみましょうか。3倍速かな。倍、さらに倍、さらに倍。すごいですね。もうほぼほぼ、なんでこの倍速再生が 4K120p でできるっていうのはかなりすごいと思います。あのオールイントラがすごいんですよ、これは。だって M1 Mac ですよ。所詮 M1 Mac ですよ。 M1 MacBook Air で 4K120p の素材が早送りで駒落ちなしで再生するってすごくないですか。でしかもこれ使ってるソフトプレミアプロなんですけども、あのこれがねファイナルカットとかだったらひょっとしたらこうね相性の問題でより良くなるかもしれないですけど、プレミアプロですからね、この動きは相当なね僕は恩恵だと思っています。本当にね感動しました。じゃあ次にねさらに重い 4K の 120p スロー行ってみましょう。じゃあ再生してみましょう。これ通常ですね。相当、全然問題なく再生できてますね。まあ、これもね M1 Max すごいのかなって思っちゃいますけどね。じゃあ今度ねオールイントラ行きましょう。オールイントラの 120p のスローモーションです。問題ないですね。じゃあ先ほどのようにね早送りしてみましょう。まず通常スローモーション、スローモーションの場合は早送りいけますね。多分これは撮ってる素材が違うからなんでしょうかね。じゃあさらに倍、あかっこつきましたね。4倍速だともうダメですね。じゃあオールイントラの方も、倍速やってみましょう。2倍、4倍、あぬるぬるですね。全然引っかかりないですね。なので、この時点で見てもらうと分かるんですが、これがね、通常の、S で撮ったタイプと、オールイントラで撮ったタイプの違いですね。これはね僕も本当に感動しました。すごいと思います。じゃあさらにねちょっと負荷をかけてざっくりいってみましょう。今ね上の段にもねもう一個、ファイルをね重ね掛けしてあります。でちょっと見てもらうと、真ん中にね、クロップさせて、2枚ね重なっている状態での再生っていうのを見ていきましょう。じゃあまずね 120p の通常からいきましょう。おなんか再生してますね。じゃあ倍速、あもう駒落ちしてもうダメですね。じゃあイントラの方行ってみましょう。早送りでいっちゃいます。全然問題ないですね。逆再生も問題なし。じゃあ4倍速、4倍速も重ね掛けしてもぬるぬるですね。もうここまで動いたらもう
僕はですねオールイントラ一択かなっていうふうに思ってきました。じゃあ同じ条件でスローモーションいってみましょう。 4K120p のスローモーション、まあ、通常再生であれば重ね掛けしても動きますね。じゃあ早送りいきましょうか。2倍速4倍速あ、角つき出ましたね。うん、でもスローモーションで撮ってる方がやっぱりあれですね、いいですね、動きがなんとか動くみたいな感じですね。じゃあオールイントラいきましょう。2倍速4倍速6倍速あーもう完璧ですね。6倍速でも全然動いてますね。で今これね早送りしたんですけども、このねフレームを動かした時の動きっていうのもかなり分かります。今これ動かしますね。分かります？もう全然画面が固まっちゃってて、もうほぼほぼ見れてないですね。じゃあオールイントラになると分かります。ヌルヌルと動きます。見たいところが自分の速度タイミングで動かしてちゃんとね的確に見ることができます。じゃあスローモーション、スローもあれですね、駒落ちしちゃってますね。じゃあオールイントラはもう見て分かると思いますが、ヌルヌルですね。もうねこれを見たらやっぱりね買うしかないんですよ。で最初にねちょっとおすすめしましたけども、今ね本当に買いです。256GB のこのメモリーカード、これが1万円ぐらいで買えるっていうのはかなりの激安だと思います。通常のね V60 ぐらいでね256買っても1万5000円近くしますので、容量もねかなり多いですし、値段もね1万円だったら全然安いと思います。